らっしゃいませ、お求めの切符の種類をお選びください。はい、おはようございます。せいめです。今日はですね、ちょっと遠征しまして、広島にあります、世界遺産の宮島まで、新幹線とフェリー乗り継いでやってまいりました。ここにはですね、低山なんですけど、弥山という山があるので、その、山頂目指して登っていこうかなと思います。最高の天気に恵まれてますので、しっかりと楽しんでいこうかなと思います。ちなみになんですけど、ここの宮島が世界遺産に登録されてるって知ったのここについてからです。はい、ここだけの話。はい、全然知らなかったです。はい、おそらくここからが本格的な登山道になるのかなと思います。まあ、どういう道か正直あんまり調べてないんで分かんないんですけど、まあ、整備されてると思います。人は結構通ってるみたいなので、はい、ここから、山頂までは1時間半予定なんですけど、この本当近くからなんですけど、ロープウェイで、山頂まで上がることもできます。はい、今日はせっかくなんで あえて下から登っていこうかなと思います。それでは、世界遺産の山登り始めます。はい、弥山山頂までは 2.3 キロです。もみじなりっていう名前だらけあって、ずっと川の横を通ってきますね。まあ、どこまで続くかわかんないですけど。
大体あの登山で鹿見つけてもあの逃げてっちゃうんですよね、ほかでもだと。ここはもう全然やっぱ慣れてるせいか、なんかあの人と共存してる感じですね。全然動かないですね。全然に、あ、全然逃げないですね。すごい。すごいな、階段が。今日はあのちょっとトレーニングかってぐらいの段差です、これ。すごい。まだ続く。すごいな、階段。いやー、しんどい。よいしょ。まあ、距離が短いだけありがたいですね、これは。そういえば、あの名古屋出発から一滴もちょっと水分取ってなかったんで、今日はお茶です。いただきます。うまい。はい、到着しました。ここが、三川山頂までの分岐ですね。ロープウェイと登山道の分岐になります。まあ多分ここからは一般の観光客の人も登るようにこういうなだらかな道が続くんじゃないかなと勝手に思っているので、はい、このまま進みたいと思います。なんかの太鼓の音が聞こえてきましたね。そろそろ神社が近いですね、これ。はい、神社到着しました。はい、暑い。歴史がありそうですね、本当に。ありがとうございます。すいません、はい。すごいな、これ。うわ、すごい。あ、展望台だ。はい、広島県宮島二千山頂535メートル到着しました。お疲れ様でした。この展望台16時までですね。はい、時間出てるだけですよ。すごいな、綺麗だな。すごっ。一番上まで行こう。おすごい、大パノラマ360度。すごっ。
はい、休憩終わりました。これから下山に向かうんですけど、行きはもみじなりだったんですけど、下りは大本コースで下ろうと思います。でその途中の、何個かピークを経由するので、引き続き気を引き締めて足くじかないように気をつけていこうと思います。やっぱここの、世界遺産っていうこともあると思うんですけど、かなり海外のお客さんも多いですね。やっぱインバウンドの効果でかいですね。円安もあって、よいしょ、はい、駒ヶ林到着です。はい、駒ヶ林到着しました。505メートルです。あー、すごい、さっきの展望台ですね。あれ、いや、ここもいいな、人がいない。いや、今回広島の山初めて登るんですけど、やっぱいいですね。天気いいし暑い、最高。やっぱお地蔵さんが多いですね、本当。すごい、島全体に祀られてるっていうのがよくわかります。はい、分岐着きました。ですね、ここを下れば大本公園ですね、スタートに行く道の下座道になります。で、この先ですね、もうちょっと進むと、もう一つのピーク、三軒山っていうんですかね、そこに行けるはずなんですけど、ちょっとこれ、看板がないんですよね。道もなんかこれ大丈夫かなっていう、なんかまあ人が通った道はあるんですけど、ちょっとまあ進んでみて、この先行けそうであれば行こうかなと思います、ピークまで踏んで。まずそうだったら引っ返してきます。はい、で下山します、素直に。はい、明らかにこれ一般登山道ではないな。ちょっと、うわ、怖っ、ここ、うわ、かなり険しい。うー、いやー、すごいな、こっちも険しいぜー。すごい、なっとんな、あんまり比べて。はい、三軒山到着しました。ちょっと標高はわかんないです。まあ、500メートル以下だと思います、おそらく。ちょっと看板がないですね。はい、標識ないです。本当はこの先にも、どうやら道があって、あの奥にも山頂あるんですけど、ちょっと時間がもうちょっと今日ないんで、そのまま戻ります。さっきの分岐とか戻って下山します。はい、とりあえず分岐まで戻ってきましたけど、下山が怖いですね。登り山はいいんですけど、結構怖いんで、もうすいません、慣れてる方はいいですけど、自信ない方は素直に下山をお勧めします。はい、危ないです、ここ。はい、無事に大本公園まで下山してきました。お疲れ様でした。いや、すごい良かったですね。やっぱ360度海が広がってるっていうか、景色がパノラマ広がってて、505メートルとは思えないほどの絶景でしたね。やっぱ世界遺産ってこともあって、すごい整備されてました。あとやっぱ人も多かったですね。平日の割には多いかなと思いました。土日だともっと多いんでしょうね。まあ、今回の一番の発見っていうのは、僕の知ってるミセンが2つから3つにいましたね。はい、今日登った広島の宮島のミセン、あとは、三重県と奈良県の境にある日本百名山八京ヶ岳のミセン、そして名古屋でおなじみ本場の味おいしいよ台湾料理ミセン、この3つですね。はい、僕の3大ミセンが
今日持って完成しました。またあの新しい店探す旅に出かけようかなと思います。はい、まあ冗談なんですけど、はい、いや広島何回か来たことあるんですけど、山登ったの本当初めてなんで楽しかったです。はい、またちょっと機会があれば他の広島の山も、広島最高峰とか登ってみたいですね。ちょっとあの今回車じゃないんで行けないんですけど、あのまた別の機会に広島最高峰登りに来ようかなと思います。ではあとはもう、桟橋ですね、あのフェリーに登る、戻るだけなんでここでお別れです。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でバイチャー。